この動画は株式会社デリタスエンンドトキシンセミナーの第1回ですこのセミナーではチャールズ・リバー社の土屋さんをお招きしてウサギ発熱性試験に始まり現在のカブトガニの血球抽出物から作られるラルシア薬によるエンドトキシン試験法の歴史からラルシア薬の代替品として登場したリコンビラントシ薬の課題についてお話しいただきます。おはようございます。チャールズ・リバーの土屋です。 アメリカ・サウスキャロライナ州チャールストンからこのような機会をいただきました図はエンドトキシン試験応用の現状を示しております1964年にレビンさんとバングさんによって発見されたリムルス試薬はエンドトキシンを感度よく検出できることがわかりまた GMP 化で製造される製品に混入する発熱性物質のほとんどがエンドトキシンであるというコンセンサスも得られて 現在注射用医薬品や医療機器の安全性試験として広く使用されています1940年代より使用されてきたうさぎ発熱性試験の代替法という位置づけでエンドトキシン試験法として各国局法に収載されていますリムス試薬はカブトガニの凝固系を利用しておりそのゲル化や濁度変化 またその過程で活性化されるプロテアーゼの活性を測定することでエンドトキシンを検出しますリムルス試薬にはエンドトキシン以外にもベータグルカンに反応するということが明らかにされておりこちらの測定も感染症診断に応用されておりますその他の応用例として環境中のモニタリングなどがあります少し古い話になりますが 発熱性物質が問題になり始めたのは1900年代頃ではないでしょうか。特に第一次世界大戦では多くの人がインジェクションフィーバーと呼ばれる注射剤の副作用で苦しんだと言われております。その原因のほとんどはグラム陰性菌由来のエンドトキシンだったわけですが、イギリスのホートとペンフォールド、それからアメリカのシーベルトさんなどが 細菌由来の発熱性物質があるということを示されてウサギによる発熱性試験が有効であることを明らかにしましたその後1942年に USP1947 年には日本ペニシリン基準に発熱性試験が修載されておりますエンドトキシン研究が大きく発展したのは1950年代になってからですけれども リピッド A の単理が1954年ということでこの頃にエンドトキシンがグラムイン菌由来のリポ多頭であることが認識され天然物質の中で最強の発熱物質であることが明らかにされていきましたちょうどその頃リムルス試薬が発見されたわけで1970年代に入るとこれがリムルス試験として医薬品 中の発熱性物質検出に応用されていくことになりますさてリムルス試験がウサギ発熱性試験の代替法として採用されていく経緯について見てみましょうこれは1979年に報告されたバクスター・トラベノール社のヒト血清アルブミンのデータです縦軸はウサギ発熱性の度合い横軸はリムルス試験における 結果を示しています81ロット87回の測定による比較でリムルス試験におけるカットフをエンドトキシン濃度50ピコグラムパーミリリットルとした場合2.3%議員性は0%となっていますこの議員性が少ないという点が規制当局にとって非常に重要であったと思われます この結果は、米国 FDA による米国標準エンドトキシンのうさぎ発熱性試験の結果です。2.5EU パーキログラムから 100EU パーキログラムについて、4箇所の試験室で実験を行っています。